市民球場です。中日ドラゴンズ対福岡ソフトバンクホークス、この試合の模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発は右の高橋、対するホークスの先発は右の武田、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右の武田、マウンドに上がりました。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。1回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは三好、第9、低めギリギリいっぱい、ストライク。まずは決めてきました。投げた、打ちました。追い込んでから投げた、打った、ファールボール、投げました、ボール。第5球投げました、打った、河原田下がっていった、ヒット。三好、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球投げました、打ちました、初球打ち、1、2塁間へ抜けた、ライトからサードへ、強打、ナイスバッティングです。ホークス先制のピンチを迎えます。第1球あーっと、ショーフライになった、ファルボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、バントした、ピッチャーの左へ転がした、アウト、送りバント成功。ホークスなおもピンチが続きます。背番号42、第1球投げた、初球を打ちました、鈍いゴロ、中谷ボールを取り、ドラゴンズまずは1点先制。ランナー1人を置いて迎えるバッターは桂。背番号68、第1球初球を打った、ショート右への打球、アウト、スリーアウトチェンジ。1回の裏が終わりまして、1対0ホークス先制点を奪われています。2回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは渡辺。第1球投げた、初球空振り。第2球縦のカーブ、ボール。第3球を投げた、縦のスライダー見送ってストライク、追い込んでいます。投げた、見送ってボール。第5球投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振。ちょっちょ、大野翔太、背番号27。第9投げました、ボール。投げました、2球目ストライク、投げました、外れた、ボール。投げました、変化球ストライク、インローへ。第5球投げました、打ちました、三遊間ライナー破っていった、大野いいバッティングを見せました。バッターは8番堂上。背番号63。第1球投げた、外角低めいっぱい、ストライク。投球これから2球目、低め縦のカーブ外れてボール。第3球は内角低めいっぱい、ストライク。第4球を投げた、落ちる球、見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。バッターは9番高松。第1球投げた、初球から打ってった、ファール。第2球投げた、アウトロー際どい球、ボール。投げた、打った、痛烈な当たり、破った、ボールはセカンドへ。大野三塁でストップ、高松ツーベースヒットを放ちました。ピンチを広げてしまいました。第1球投げました、インロー際どい球、ボール。投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、変化球ストライク、アウトローへ。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第5球投げました、見送ってボール。第6球を投げました、打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ。河原田うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。武田ツーアウト二塁三塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。2回の裏が終わりまして1対0です。3回の表、これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターは牧原。
第9投げたボール第2球投げた危ない球第3球を投げた打ったこれは強烈入れば同点だライトセンター見送ったホームラン同点ホームラン右中間スタンドに叩き込んだ狙っていたでしょうか完璧に捉えましたチームメイトが迎えますさあ先ほどの同点の場面ですドラゴンズこの回は2番からの好打順先頭バッターは強打第9投げた打ちました引っ掛けたこれは打たされて取りましたこれでワンアウトランナーはありません左バッターボックスは3番滝野1球目ストレート空振り少し迷ったか投球これから2球目ストライク第3球を投げたボール第4球を投げました空振り三振バッターアウトバッターは4番ブライト最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています投げましたストレートはボール第2球投げました見送ってストライク第3球を投げました打ちましたファールボール追い込んで投げましたボールさあ投球は5球目投げた膝元ボール第6球は打ちました右中間のフライライト前進ヒットブライトナイスバッティングですさあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました第9投げた初球空振り第2球ランナースタートキャッチャー二塁へ送球タッチはアウト盗塁を阻止しましたでは改めてリプレイをご覧いただきたいと思います序盤終了しまして1対1現在同点ですホークス追加点のチャンスですツーアウトランナー二塁という場面で牧原初球外れてボール第2球打ちましたヒットになりますライトバックホーム二塁ランナーホームインホークスさらに1点追加4対1リプレイをご覧くださいバッターは9番高田今日の第1打席はスイングアウト第9投げた内角外れてボール第2球投げたストレート空振り投げた打ちましたファール第4球を投げました打った1・2塁間の当たり高松掴んだアウト3アウトチェンジ4回の表が終わって4対1ホークス3点勝ち越しです4回の裏3点を追いかけますドラゴンズの攻撃先頭バッターは指名打者桂最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています2球目ストライク第3球は打ちましたあっと引っ掛けたこれは打たされてピッチャーフライ武田取りましたこれでワンアウトランナーはありません左バッターボックスには渡辺投げましたインコース低めストライクいきなり150キロ投げましたアウトロー空振りこれで追い込みました第3球を投げました1球外してボール第4球を投げましたボールさあ5球目インコースいっぱい見逃し三振第9投げた打ちました河原田ボールを掴んだ一塁へ送るアウト3アウトチェンジ武田三者凡退無得点に抑えています4回の裏が終わりまして4対1です5回の裏4点を追いかけますドラゴンズの攻撃先頭バッターは堂上投げた1球目ストレート空振りタイミング合いません1球目空振りから第2球投げたボール第3球を投げたストライク追い込んでいます
次は4球目。投げた、アウトコース低め、空振り三振。左バッターボックスは高松。高松渡る。第9投げました、打った、ファールボール。第2球空振り、タイミング合いません。第3球はフォーク、空振り三振。武田ナイスピッチング。バッターはトップに帰って三好。第9投げました、初球打ち、ワンバウンドヒットになった。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。三好、いいバッティングを見せました。左バッターボックスは2番京田。第9投げました、外角低めボール。第2球投げました、インコース低め空振り。第3球を投げました、肩のカーブ見送ってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。打ちました、当たり損ない。中谷取った、中谷そのままベースを踏んでスリーアウト。先ほどのプレーです。ドラゴンズセカンドランナー残塁、5回までが終了しまして5対1です。ホークスリードで迎える6回です。今日2本のヒットを放っている牧原、投げた、外角高め見送ってストライク。まずは見送りました、投げた、打ちました、痛烈、さらに伸び、ライトセンター見送った、ホームラン、ソロホームラン。牧原今日これが2本目のホームラン、ストレートを完璧に捉えました。今チームメイトが迎えます。さあリプレイです。ドラゴンズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは滝野、投げた、打ちました、初球打ち、ボテボテのファーストゴロ。武田取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。第9投げた、初球打ちました、破った、ブライト、いいバッティングを見せました。バッターは指名打者桂、今日はショートゴロと低めのボール、サード取りました、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げた、ボール。第2球投げました、ボール、アウトコース高め。第3球を投げました、内角低め見送ってストライク。第4球を投げました、ストライク、タイミング合いません。第5球投げました、空振り三振。中盤まで終了しまして6対1、ホークス5点リードは変わりません。7回の裏、ドラゴンズラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは大野、ストレート決まってストライク、まずは入れてきました、投げました、アウトロー際どい球、ボール。投げた、打ちました、これはセカンド正面、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番堂上、ここまで2三振といいところがありません。第9投げた、ストライク、初球ストライクから投げた、低めいっぱいストライク、これで追い込みました。投げた、アウトサイド直球はボール。次が4球目、投げた、ボール、アウトコース低め。さあ投球は5球目、投げました、インロー際どい球、ボール。第6球を投げました、打ちました、武田ボールを取る、一塁送球アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは9番高松、これが3度目のバッターボックス。第9投げました、打った、バットが折れました、ファール。第2球投げました、縦のカーブは空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、インロー、空振り三振。武田最後はスイングアウトの三振で仕留めました。7回の裏が終わりまして7対1です。8回の表、これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターは牧原、今日はソロホームラン2本を打っています。初球打った、ダイレクトで当たった、牧原二塁を狙う、牧原ツーベース。
なんと4打数4安打今日2三振の高田。まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ。第1球初球空振り。第2球投げた、打った。第3球を投げた、一つ外したボール。第4球を投げた、チェンジアップはボール。投げた、打ちました。次は6球目、投げた、低め、縦のスライダー外れてボール。第7球を投げました、打ちました。ショート左横のフライになりました。ショート取りました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げました、初球空振り。投球これから2球目、打った、これは内野へのフライダー。ピッチャー落下点に入りました、取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げました、初球落ちるスライダー空振り。第2球投げました、変化球ストライク、インローへ。バッター追い込まれました。第3球打ちました、高松掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。二塁ランナー牧原残塁に終わりました。8回の表が終わって7対1です。さあここは守備を変えてくるようです。さあここは守備を変えてくるようです。代打は郡司。バッターは1番三好に変わりまして、第9球投げました、打った、流し打ち、切れていきます、ファール。初球ファールから第2球投げた、縦のカーブボール。第3球を投げた、3球目空振り、少し迷ったか。次は4球目投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。第1球投げた、初球に送ってストライク、まずは決めてきました。投げた、2球目空振り、これで追い込みました。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げました、ボール。投球これから5球目、空振り三振、三者連続三振になりました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは代打鵜飼に変わりまして、ピンチヒッター鵜飼浩介。第1球背番号4、ストレートはボール。さあ次の投球投げました、変化球ストライク、アウトローへ。第3球決まった、ストライク、追い込んでいます。追い込んでから投げました、打ちました、高田バックしていった、ヒット鵜飼、ナイスバッティングです。バッターは4番ブライト、今日はここまで3打数2安打。第1球投げました、打った、ファールボール。1球目ファールから投げました、打ちました、サードの左、アウト、スリーアウトチェンジ。ドラゴンズファーストランナー残塁、8回の裏が終わりまして7対1です。9回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の桂。投げた、ストライク。第2球投げた、2球目ストライク。投球は3球目投げた、ボール。次が4球目投げた、外角低めいっぱい、見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。投げた、直球ストライク、アウトローへ、いきなり150キロ。投げました、ストライク。第3球を投げました、危ない球。投げました、縦のスライダー、ボール。第5球投げました、外れた、ボール。さあ6球目投げました、外れました、フォアボールです。際どいところでしたがフォアボールです。ホークスピッチャーを交代します。武田降板、右の藤井、今日2番手としてマウンドに上がります。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。バッターは7番大野。第1球インコース低めいっぱいストライク、いきなり151キロ。アウトコース低めいっぱいストライク。投球は3球目投げた、アウトロー。
フォークは外れてボール。次が4球目、投げた151キロ直球、空振り三振。バッターは8番堂上。第9球ボール、投げた、インローを見送ってストライク。投球はこれから3球目、カーバーストライク。さあいよいよあと1球、投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。ホークス快勝しました。ただいまの試合はホークスが勝ちました。勝利投手武田、敗戦投手高橋でした。さて本日のヒーローは牧原、本当に今日は大活躍でした。